ビンテンバイエル岡崎ビンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。スケールレッスン和音編その2。先週に引き続いて、ダイアトニックスケールのレッスンの和音を使ったパターンをやってみましょう。先週は、通常のダイアトニックスケール、それに、3度上の音を足して、3度和音で、スケールレッスンを展開していきました。キー C、これは長音記号シャープもフラットもつきません。そして、キー G シャープ1つ、そしてシャープが2つのキー D、 これをピックアップして、レッスンしていきますが、今日はですね、先週お届けしたその3度上の和音の部分を1オクターブ下げます。ドに対して下のミですですね。この音程的には、上に重なった3度の音が下に、行くことになります。まあ6度和音で、こうスケールが展開されていくわけなんですけど、例えば C のキーで探りましょう。先週やりました3度和音、まあ、1オクターブだけ取り上げてみますね。そしてこれが3度でしたが、このドに対してミ、このミの音を1オクターブ下げてやります。つまり、4弦の2フレットだったミが6弦の開放になります。5弦3フレットのドはそのままです。そしてこの和音をスケールに沿って上げていきます。次はで、次はこれで1オクターブです、ね、下がってみましょう。まあ、左手の指使いはですね、皆さんが一番押さえやすいと思う指使いで構いませんのでね、それで音を探ってみてください。例えば今度は、C を2オクターブ上がってみましょう。ここからまた1オクターブ上がります。下がります。もう1オクターブ、これがキー C の6度和音のスケールですね。ダイアトニックスケール。では今度はシャープ1つの G を探ってみましょう。もう一度3度和音を復習してみます。ただ、この今度は6度和音のスケールを取ろうとすると、この6弦3フレットの G からスタートすることはできません。ですので、ここは3弦の開放からスタートしてください。3弦の開放と5弦の2フレットの音になります。ここからスタートです。上が、G のダイアトニックスケールを取っていくように、まず気をそちらに留めておいてみてください。これで1オクターブです。もう1オクターブ上がってみましょう。さあ最後の、この音に対する6度下はこれ、3弦目のこれは16フレットですね。16フレットになっちゃうので、これは抑えにくい。ここはここだけ2弦の12フレットに置き換えてみましょう、ね。今度このまま下がっていきます。これと同じように D も、この4弦の開放に対して6弦の2フレットから取って、またこれ1オクターブ上がってきます。このように、自分で音を取ってみてですね、ポジションあるいはそのこう
形の動きっていうのをね覚えていくと、アドリブを取るとき、あるいはちょっとした、そうですね、合間の、自分の曲あるいはメロディーの合間のフレーズに役立てるかと思いますね。ぜひこれを覚えていってみてください。今日の臨天バイオいかがだったですか。このコーナーでは皆さんからのギターの悩みご相談、ギターに関する質問何でも受け付けますのでね、どしどしお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。